クリストファー・スティーブン・ティルマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身の、プロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB ボルチモアオリオールズ所属。2006年に MLB ドラフト2巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。2008年2月9日に、エリック・ベダードとのトレードで、アダム・ジョーンズ、ジョージ・シェリル・ライオン選手と共にボルチモアオリオールズへ、移籍した。 2009年はトリプル A 級ノーフォークタイズで8勝6敗、防御率2.70の成績を残し、6月29日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。4度目の登板となった8月4日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で初勝利を挙げた。2010年はトリプル A 級ノーフォークからスタート。4月28日に 同級団では18年ぶりとなるノーヒットノーランを達成。2013年にはデトロイトタイガースのジャスティン・バーランダーがオールスター前の試合に先発したため急遽オールスターのメンバーに選出されたが当番することはなかった。レギュラーシーズンでは出だし部長で基本類打が多かったが徐々に調子を上げていき最終的にはアリーグ5位の16勝を上げた。 脱三振もかなり増えて179個を奪ったが、前述の通り、非本類打が多く、33被弾はリーグワースト3位だった。2014年3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。この年も前半戦部長で防御率4.11だったが、チームがプレーオフ争いをした後半戦では、 防御率2.33と高騰し、大きな貢献を見せた。先発登板34試合はア、アリーグ1位で、2年連続2桁勝利となる13勝を挙げた。2015年もオリオールズのローテーションに入って、投げたが、エース格のピッチングを見せた過去2シーズンと比較すると、不調だった。三年連続二桁勝利を挙げたものの、負け数も、同等の数値で、 防御率も規定投球回に達した3シーズンでは、ワーストの値だった。2016年は調子を取り戻し、防御率3.77、規定投球回に達したシーズンでは、最小の19基本類打にまとめ上げた。4年連続かつ自己ベストタイの16勝を挙げ、エースとして安定したピッチングを見せた。2017年は、前年12月に受けた。 TRP 両方の影響で出遅れ、開幕ローテーション入りを逃した。5月に復帰したものの打ち込まれる試合が多く、1勝7敗、防御率7.84と、自己最低の成績に終わった。オフの11月2日に FA となったが、2018年2月21日に、オリオールズと1年300万ドルで再契約した。2018年は、 開幕から7試合に先発登板して1勝5敗、防御率10.57と大不振で、7月20日にディエフェとなった。ありがとうございます。